かも、じゃあお休みの日とかはとか行ったりはします。もうそれよりも行ったりするというよりかも休憩みたいな感じですか。最近休憩ばっかりしてます。気持ちは行きたいけど休憩が増えてるのでちょっと行かなきゃなっていう気持ちになってるところです。あ、でもどうですか。でもお仕事でもまあ結構行かれるんじゃないですか。こういろんな、あ、そうですね、まあ、スポットというかそういう行きますね、うん、いろんなところに行きつつって感じですね。にこう一度行ったところに例えば休みの日にもう一回行ってみようみたいなっていうのはまあもうあります。でもうそれも全然あります。だからここもちょっとまた伺いたいなって思いながら全然お酒飲まない方とかもいらっしゃるので、あと、まあ、僕がこのその子供と一緒にいたりするので、そういう人も来たりして、あ、子連れも来、確かにお昼だったらお子さんいても来やすいから、はい、だって、はい、子供はなんかジュース飲んで、あ、選んで、お母ちゃんはワイン飲んでるみたいな、あ、家族で来てもいいですね、はい、いいな。実際一人でいてもこの空間なんか落ち着きますね、やっぱりそうですね、なんかそういう、まあ、昼から空いてるからこそ何て言うんですか、こう多分お母ちゃんが夜ご飯作る前っていうんですかね、その時間で少し休めればいいなと思いますけどね。いや、いいですね。私も今ちょっと癒されてますこの感じなんだろう、この雰囲気ですかね、めちゃめちゃ落ち着く。ちょうど今そのオープンして3年にはなるんですけど、ちょうどその3年じゃなくてその1年前に改装をして、うん、その入り口をこう広くした、うん、まあ、1年ぐらい前ですね、はい、あ、広がったんですね、入り口の、はい、なのでその一番最初とはまたちょっと違う感じなので、はい、やっぱり広げたことでお客さんもたくさんいらっしゃるようになって、はい、ちょっと気になりますもんね。いや、でも不思議、開放感があるのに、はい、こっちに入るとなんかすごい落ち着くんですけど多分マスターの雰囲気と多分このお店のなんでしょうね、やっぱ。あ、そうですか、うん、結構時間を忘れちゃいそうな感じします。もうそんな